11月24日土曜日、榊原町にある榊原自然の森温泉保養館湯の瀬多目的広場で第6回榊原温泉秋の収穫祭が開かれました。このイベントは今年の農作物の収穫を祝い、さらに地域の産品販売の促進、地域、産業、温泉の振興を図ろうと榊原温泉秋の収穫祭実行委員会が毎回秋に行っているもので、今回で6回目の開催となります。はじめに榊原温泉秋の収穫祭実行委員会委員長田中和俊さんの挨拶が行われた後、湯の瀬太鼓の皆さんによる太鼓演奏で収穫祭が始まりました。会場には地元自治会による農産物、地元団体によるお菓子、温泉ゆで卵などの直売、県立被災農林高等学校の生徒による農産物の即売などのさまざまなブースが並び、来場者は思い思いに買い物を楽しんでいました。また会場内ではちんどんトトロの皆さんによるちんどん屋の練り歩きや、バルーンパフォーマー哲さんによるバルーンアートのパフォーマンスも行われ、会場を盛り上げていました。他にも落花生やみかんの詰め放題、榊原古代米のすくい取りなども行われ、来場者は少しでも多く入れようと工夫を凝らしていました。お昼の時間には地元産の野菜などの食材で作られた振る舞い鍋が用意され、たくさんの来場者が列を作り、温かい具沢山の豚汁に舌鼓を打ちながら味わっていました。また会場周辺ではふるさとをテーマとしたかかしコンテストの作品が並んでおり、この日はコンテストの表彰も合わせて行われ、受賞者には賞状と記念品が贈られました。ふるまい鍋がものすごく美味しかったです。ふるまい鍋はすごく美味しかった、温かかったし、心も、心じゃなくて体も温まったから美味しかったです。楽しかったです。風船のショーがあって、すごかったです。晴天に恵まれたこともあり、およそ3500人の来場者で会場は大にぎわいとなりました。